こんにちは、トール TV の東徹です。今回は、トール TV のメインカメラであるソニーの α7-4 を紹介したいと思います。新世代のベーシックモデルだそうです。有効画素約3300万、 35mm フルサイズ、裏面照射型 CMOS イメージセンサーを装備、高速処理が可能な画像処理エンジン、バイオンズ XR を備えています。ここがメインスイッチ。S&Q や動画、写真を撮れることができます。操作ボタン、ロシア絞りを、シャッタースピードや露出を変更することができます。スローモーションなど重宝しております。タッチパネルでピントを合わせることができます。標準ズームレンズ28-70、電子水準器が使っております。あとは液晶がこうやってバリアングルです。バリアングルなんでこちらを向けて撮ることができます。フルサイズミラーレス一眼です。フルサイズですんで画質がとてもいいです。今 α7C で撮ってますが、そちらもフルサイズですが、フルサイズだと画質が精緻になります。あとはバッテリーも長持ちするんで重宝しております。バッテリーは3個持っております。前代の73が2018年、これは2022年ですね。α7-4、 トール TV のお撮影によく使っております。車に固定して、一脚のマウントを使い固定して撮っております。振動をちょっと撮ってくれます。ですので滑らかな画像になったりします。臨車音をやってみましょう。
ルバセブンホの連射です。いい音がします。アルファ74でした。